ジャズの聖地ニューヨーク。パンデミックによって最も大きなダメージを受けたこの街で盛んに演奏されるようになった曲がある。What a Wonderful World、 この素晴らしき世界。1967年、黒人差別が吹き荒れた分断の時代に発表された曲だ。次世代に希望を託したこの歌が分断の時代に再び歌われるようになった。こうした最中、去年9月、ある事件が起きた。A well-known musician's been badly injured after being attacked near his home in Manhattan. 日本人のジャズピアニストが若者8人から中国人は出て行けという言葉を投げつけられ、15分にわたる暴行を受けた。被害に遭った海野忠隆さん40歳。27歳の時に何のつてもなくニューヨークに渡った。やがて繊細なタッチが認められ、ジャズ界のレジェンドのバンドメンバーに加わるようになった。その海野さんがピアニストの命ともいえる右肩を複雑骨折したのだ。黒人の若者でしたけれども、私のことをチャイニーズだ、やってしまえというような声を聞きました。目撃者いっぱいいるんですけど、私が助けを求めても冷たい人も多くて、いくら自由の国だとか綺麗事を言ったところで、その闇は深いですね、本当に、事件直後、日本に帰国して治療を受けていた海野さん、ニューヨークに戻るか悩んでいた。しかし事件から8ヶ月、海野さんは決断した。どうしても向こうでやられなきゃいけない、怖いんですけどね。でももし日本でだけ復活すると、やっぱり何かこう差別とか暴力に屈してしまったような感覚もあるんで。海野さんは再びニューヨークのステージに立った。まだ体には骨をつなげるための金属の板が入っている。痛みを抱えながら一流ミュージシャンの即興演奏についていかなければならない。事件のトラウマも色濃く残る。やっぱり外歩いたりするのも怖い部分もまだまだありますし、地下鉄にあれから乗ってないですし。それでも海野さんが犯人に対して憎しみの言葉を口にすることはなかった。この頃からあの曲を演奏するようになった。What a wonderful world.僕は本当に黒人のミュージシャンと一緒に演奏してるので、本当に黒人全体を否定するとかありえないっていうふうに思ってますし、人種で全部くくるのは絶対おかしいので。この素晴らしき世界、今日も街のどこかで奏でられているはずだ。